この施術を使うと股関節周り、腰の周りの痛み、膝の痛みも解消するテクニックになります。あなたも大切な方を救ってあげてください。こんにちは。コアアクシスナンバーゼロ、ジクピタメソッド開発者の横井接骨院、横井信之です。本日の動画は股関節周りを動きやすくさせるための施術をご紹介したいと思います。この施術を使うと股関節周りはもちろん、腰の周りの痛み、膝の痛みも解消するテクニックになります。お年寄りからお子様まで安全に行いますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。股関節と膝関節を90度に持っていくと、骨盤がこのように傾いてきます。それと同時に足首を緩まないように沈み込むと、もっと骨盤が傾くようになってきます。そうすることによって、この周りの骨盤周りの筋肉が緩むことによって症状が消えていきます。その時にゆっくりとこうかかとを滑らせながら戻していくと、骨盤周りの状態がフラットになっていきます。1、膝下に手の甲を上にして、測定は母指と、測定の母指と手の母指を合わせます。2、かかとを滑らせながら股関節、膝関節をそれぞれ90度の角度まで持っていきます。3、足首を緩ませないようにかかとを下げます。そこから15カウントをし、15カウントをしたらゆっくりとかかとを滑らせながら下肢を伸展して伸ばしてきます。これが一連になります。ここで90度90度にするのですが、その時に足が内側に巻く時、外側に巻く時もありますが、それは骨盤の角度によって変わってきますので、必ずしもまっすぐにするわけではなく、内側に行っちゃう人はそのままで安定したところで止めてください。キープです。外側の方もそうです。そのままでキープをしてください。いかがだったでしょうか。ぜひこのテクニックを覚えて、あなたの大切な方を救ってあげてください。この動画が役に立ったら、チャンネル登録、いいねボタンをポチッとお願いいたします。手技に関する質問や、やってみた感想など、コメント欄の方に書いていただくと、とても励みになります。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。